どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ノーリスクでジャルマイルがもらえるキャンペーンが来ておりますので、本日はこちらの解説プラスアルファということで動画ね、やっていきたいなと思います。はい、ということで先日ね、40になりまして動画内でね、あの、話させていただいたらね、 本当にたくさんのね、お祝いのコメント、ありがとうございました。本当にね、えー、嬉しい限りです。今後もですね、ホテル、航空会社、キャッシュですね、メインで動画ね、やっていきたいと思いますので、ぜひね、お付き合いいただければなと思います。ということで、早速ね、内容に入っていきましょう。はい、ということで、こちらね、リクルートが主催しているエアウォレットとコインプラスのね、お友達招待キャンペーンがね、来ているんですよね。で、まずこちら500ポイントがね、もらえちゃうっていうふうになりますんで、前回ね、あの、登録されてない方はこの、ね、 エアウォレットね、ダウンロードしていただいてですね、エントリーしていただいて、その時にね、紹介コード入れていただければですね、ポンタポイント500ポイントもらえちゃうっていうふうになりますんで、これね、ぜひ利用していただければなと。 思います、えー。近くにね、あのー、こちら持ってる方いらっしゃったらですね、紹介コードをもらって、一応私の紹介コードね、こちらと概要欄に載せておきますので、えー、利用されたい方はですね、ぜひね、そちら利用していただければなぁと思うんですけれども、こちらね、ポンタポイント500ポイントもらえちゃうっていうふうになりますんで、ジャルマイルにね、交換することができるっていうふうになりますんで、非常におすすめです。こちらのキャンペーンが5月の20日から6月の5日まで、えー、やって、 ておりますで、またですね、このね、エアウォレットのキャンペーンなんですけども、別にですね、こちら、ローソンかけるコインプラスということで、こちらね、別のキャンペーンも今ね、同時に開催されておりまして、 得点としてですね、最大3000ポイントがね、もらえちゃうっていう風になるんですよね。まあ、こちらね、あの、利用のね、キャンペーンも入っておりますので、まあ、こちらね、ちょっと利用されたい方向けにはなるわけなんですけれども、新規の方ですね、先ほどね、紹介コードを入れてダウンロードしていただいてですね、また本人確認と1万5000円以上チャージしていただくと、2000ポンタポイントもらえちゃうんですよね。 ですので、えー、紹介コードのキャンペーン入れると、2500ポイントがもらえて、またね、ローソンで、えー、こちらね、利用していただければ、さらに1000ポイントね、使えばね、もらえるんですけども、まあ、こちらを省いてもですね、2500ポンタポイントね、もらえてしまうっていうふうになりますんで、 こちらね、非常におすすめのキャンペーンっていう風になります。1万5千円チャージしなきゃいけないんですかっていう話になると思うんですけども、こちらご安心ください。こちらね、本人確認はね、していただかないといけないんですけども、この1万5千円ね、チャージしていただく必要はあるんですけども、このお金ね、ポイントがもらえたら出勤して構いません。 ですので、この1万5000ね、特に使わなくてもね、OK っていう風になりますんで、ノーリスクでね、ポンタポイント2500ポイントお買い物されたいって方は、さらに1000ポイントもらえるわけなんですけれども、紹介コードでね、1万5000以上チャージしていただけばですね、2500ポンタポイントね、もらえてしまうっていう風になりますんで、まあ私もね、こちら、三井住友 銀行だったかな結構前にチャージして、まあ普通にね、出勤させていただいたりしてるんですけども、今、このリクルートはね、このコインプラスをね、多分流行らしたいのかなっていうところで、結構ね、大きめのキャンペーンがね、こういったのを行っていて、またね、紹介コードのキャンペーンとかもね、やっておりますので、こちらね、終わる前にぜひ利用していただければなと、 思います。で、こちらのキャンペーンですね、エントリーが必要になっておりますので、概要欄にね、エントリーフォーム載せておきますので、まあ、こちらもこちらもですね、エントリーね、確実にしてからですね、利用ね、していただければなぁと思います。コインプラスがね、初めての方は、エントリーと本人確認1万5千以上のチャージで2000ポイントですね。さらに、ローソンでコインプラスを利用すると、1000ポイント、合計3000ポイントっていた味になります。全部こちらを利用して、紹介コードも入れれば、まあ、3500ポンタポイントをね、獲得すること ことができるわけなんですけどもまあ、こちらね。ローソンで、ね、コインプラスをね。利用しないと。 半減もらえないっていうふうになりますんで、1000ポイントの20%っていうふうになりますんで、5000利用して1000ポイント返ってくるみたいな感じですかね。ですので、このチャージしたお金を使わないとね、まあもらえないわけなんですけども、まあこっちだけ取っていただいてもね、合計2500取れるっていうふうになりますんで、こちらね、非常にいいですよね。このコインプラスはね、このエアウォレットアプリ内でまあ利用するバーコード決済、またね、あのお金とかもね、あの入金したお金とかもまあ送金したりね、することもでき できますので、ぜひで、ね、こちら利用していただければなぁと。 思います。ローソンのね、利用のキャンペーンに関しては、このローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100はね、キャンペーン対象になっておりまして、5000円利用していただければ、最大1000ポイントがね、獲得することができるっていう感じになります。まあ全部入れると、3000ポイント、紹介コードのキャンペーン入れると、3500ポンタポイントがね、獲得することができちゃうっていうふうになりますんで、全部ね、ジャルマイルに交換することができますんでね、非常におすすめです。で、先ほど言った通りですね、このエアウォレットっていうのはですね、 入金したお金で送金したりね、することができるアプリもね、あの、金備えておりますので、まあ、こういったところでね、利用されたいっていう方は、こちらもね、利用していただくのもね、いいのではないのかなと思います。まあ、私はね、基本的にキャンペーンの時だけね、利用させていただいているわけなんですけども、まあ、今回ね、 ポンタポイントがもらえますんでね、非常におすすめです。で、またね、ポンタポイントのね、関連のキャンペーンがいくつか来ておりまして、一応ね、こちら、あの、参加されたい方はですね、ぜひね、参加していただければなと思うんですけれども、 au ポンタポイント運用ね、リニューアル記念ということで、皆さんね、au ペイにこのポイント運用ってあるの知ってますかねまあ私はね、使ってないポイントとか全部ぶっ込んでるんですけども、こちらね、リニューアルされまして、最大1万ポイントが当たるキャンペーンがね、来ているということで、 今回ね、リニューアルに伴いまして、えー、今までこのバランスコースしかなかったんですけども、インドチャレンジコース、米国チャレンジコースといった感じでね、3つに分かれるっていう風になるんですよね。で、リスクターンがですね、こういった感じで分かれているわけなんですけども、まあ、私はね、基本的に全部このバランスコースに入れておりました。で、こちらにね、参加していただくと、最大1万ポイントがもらえるかもしれないっていうキャンペーンですね。期間が5月の17日から6月の28日、23時59分。 キャンペーン特典は、キャンペーン期間中に、この期間中にですね、aupay ポイント運用お好きなコースにポイント追加いただき、条件をクリアした方に抽選でポンタポイントということで、まあ、こちらね、確実にもらえるキャンペーンではございませんけども、合計1000ポイント以上利用していただいた方に抽選で100名様に1万ポンタポイント、えー、合計500から990ポンタポイントを通過していただくと、1000名様に2000ポンタポイント、100から49ポンタポイントを通過した方が抽選で 1> で1万名様に300ポポンンタポイントと,いうことでまあ、こういった感じでですね、抽選でね、ポイントもらえるっていうふうになりますので、まあ、参加されたい方はですね、ぜひね、まあ、1000ポイント以上ね、入れといていただければ当たるかもしれませんので、えぜひね、こちらもチェックしといてください。注意事項としては、キャンペーン期間中にポイント、追加したポイントの合計から引き出したポイント、 合計を差し引いたポイントは対象となります。キャンペーン期間中引き出したポイントの合計が追加したポイントを合計上回った場合、キャンペーン対象外となりますということで、ひとまずね、あの、入れたポイントは6月の28日まで出、出金あの、出さないようにね、していただければキャンペーン対象になりますんで、えぜひねえ、気になる方はチェックね、してみてください。 まあ私はね、このバランスコースにね、ずっと入れておりますけども、結構ね、あの、プラスになってるんで、まあそんなに、まあ一応ね、あの、リスクはゼロではございませんのでね、まあこの点はね、あの、自己責任になりますけども、えー、気になる方はぜひね、チェックしていただければなと。 思います。で、今日の動画はね、これで終わろうと思ってたんですけども、アメリカンエキスプレスのですね、ゴールドカードの新規入会キャンペーンが刷新されまして、一応ね、あの、ビジネスゴールドカードっていう風になりますんで、まあ、メルカリ等々でね、販売してたり、なんかね、副業してないと基本的には発行できないんですけども、ちょっとでもね、副業やってたらね、こちらのカード申し込めるっていう風になっておりまして、なんとね、今、 15万5000ポイントがもらえるキャンペーンが来てるんですよね。で、年会費は3万6300円ということで、まあ結構年会費はね、高め。まあアメックスのゴールドプリファーデードよりちょっと安いぐらいなんですけども、合計1年間で200万円利用できる方は、15万5000ポイントがね、もらえちゃうっていうふうになりますんで、非常に強いですよね。 で、こちらまで一応軽くね、紹介していきたいなと思うんですけども、まず基本スペックからなんですけども、年会費が36,300円、追加カードが13,200円。 基本還元率が1%還元っていうふうになります。で、こちらのね、アメックスのビジネスゴールドカードに関しては、アメックスリワードポイントが貯まるんですけども、メンバーシップリワードプラスはね、有料って言った味になります。ですので、3300円ね、年間かかります。で、またね、ANA 周りにね、ポイント移行しようと思った場合、プラス5500円かかるっていうふうになりますんで、 年会費はこちらかかるんですけれども、さらにね、ANA マイルに交換する場合はこちらの費用がかかって、で、メンバーシップリワードプラスに登録するのにね、3300円かかりますので、まあ、この点ね、ご注意ください。で、メンバーシップリワードプラスね、加入していただくと、ポイント有効期限無期限になって、ポイントレートがね、優遇されます。ですので、1000ポイント、1000ANA マイルにね、交換することができて、先ほど言った通りね、ANA マイルの移行費用は5500円かかります。で、ポイントのね、あの移行レートはね、ちょっと後で詳しく見 で次に、えー、レストラン特典ですね。ビジネスダイニングコレクション、バイ、グルメクーポンが利用できたり、えー、2帯特典がね、いくつかありまして、クラブオフのビップ無料が利用することができたり、ヘルスケア、電話無、電話相談無料があったり、えー、特にね、私がお勧めしているんですけれども、私もね、このカード、えー、持っているんですけれども、デルの優待がですね、年間2回利用することができるんですよね。こちら概要欄に公式サイト載せておきますけれども、このね、デルの優待で、年間2回ね、7100 6還元でで利用すすることができます登録は必須になりますんで、登録する前にね、購入しないようにしていただきたいんですけども、登録してからね、購入していただければ、 4月から9月末で1回、9月末から3月31日で1回だったかな。はい、年間2回ね、7100%還元でね、利用することができますので、まあ私はね、前にもね、言ったと思うんですけども、いつもね、あの、USB のね、メモリーカードをね、あの、ゲットしてるんですけれども、こちらもね、あの、無料で利用することができますし、デルのユータはね、結構検索すると面白いんですけども、リュックとかね、結構いろんなもんありますので、この特典がね、非常に 強いです。で、またね、JAL オンラインとかね、手荷物ホテル当日宅配サービスとかね、利用することができます。各種プロセクションがあって、旅行保険はアメックスなんで利用付帯です。で、空港ラウンジは同伴1名まで無料で利用することができて、海外手荷物宅配サービスはね、往復1個無料で利用することができます。で、プライオティーパスなんですけれども、アメックスのね、ゴールド、ゴールドプリファードはね、プライオティーパスありますよね。 ですけども、ビジネスゴールドの方はね、あの、プライオティバスついてないんですよね。ですので、この点ご注意ください。で、国際ブランドは、アメックス発行元もアメリカンエキスプレスっていう風になります。で、こちらね、県面見ていただければわかる通りですね。このね、アメックスのビジネスゴールドって、あの、メタル県面なんですよね。ですので、アメックスゴールドプリファードもね、メタル県面になりましたけども、ビジネスカードもね、メタル県面っていう風になりますので、この点もね、ぜひ覚えておいていただければなと。 思いますまあ、こういった感じになりまして、今回ね、新規入会キャンペーンが強化されております。4ヶ月以内に60万円以上で5万ポイント。120万円以上の利用で5万5千ポイント。で、入会後1年以内に200万円の利用で3万ポイント。で、200万円利用していただくと、通常のポイントでね、2万ポイントがもらえるということで、合計15万5千ポイントがね、獲得することができるキャンペーンっていうふうになります。で、一応ね、加盟店利用特典っていうのがありまして、一応ね、あの、10万ポイント 追加ででももらえるんですけどもこちらね、Yahoo とか Google とかね、そういったところの広告に、このクレジットカードを使って、200万円以上利用していただくと、さらに10万ポイントがもらえますよっていうね、まあ、キャンペーンなんですけども、あの、広告費とかにね、お金を出せるね、会社であればですね、こういったのがね、利用することができて、まあ、ポイントがもらえるわけなんですけども、まあ、一応ね、こういったキャンペーンも一緒にやっておりますので、まあ、こちらでね、利用することができたら、プラス10万ポイントということで、 25万5000ポイントね、もらえるわけですけれども、こちらかなりハードルは、 高いですよね。一応、こっちだけのキャンペーンでもですね、合計15万5000ポイントね、取れるっていうふうになりますんで、これはね、結構いいのではないのかなと思います。アメックスのゴールドプリファードもね、100万円で13万ポイントだったんで、まあ今ね、非常に人気のあるカードにはなっておりますけども、まあこちらね、200万円狙えるよっていう方は、ぜひね、こちらも発行ね、検討してみていただければなと思います。こちらね、ビジネスカードの名前ついてますけどね、私は普通に会社員の時、こちら発行できましたので、まあちょっとで も副業してていいいればねねあのの発行でできますんで、ね、この点は覚えておいてくださいそれでは次にですね、このアメックスのね、メンバーシップリワードポイントのね、まあ、移行先なんですけれども、一応ね、加入した場合と加入しない場合、メンバーシップリワードプラスを加入するとね、こちらになりまして、ポイント交換レートがね、優遇されます。 入らないと非常に交換レートが悪いっていうふうになりますんで、まあ基本的にはですね、アメックスのね、メンバーシップリワードプラスはポイント交換するときにね、加入していただくのがね、おすすめです。で、ANA マイルに関しては加入していただくとね、1000ポイント1000マイル、えー、4万マイルまでね、上限にはなりますけれども、1ポイント1マイルでね、交換することができますので、年間5500円、移行手数料かかってしまいますけれども、 こちらね、非常におすすめです。で、この1年間っていうのは、1月から12月までが1年間っていうカウントになりますので、まあ今発行していただければ、年内4万、年明け4万みたいな感じで交換することができます。で、JAL マイルに関しては、レートが非常に悪いので、おすすめしておりません。 で、その他のマイレージは、1250ポイント1000マイルということで、アメックスのリワードポイントのね、おすすめの交換先のマイレージとしては、まあ昔はね、ブリティッシュエアウェイズが非常にね、お得だったんですけども、まあ今お得じゃないんでね、おすすめしておりません。一応ね、<laughs> ブリティッシュエアウェイズのマイルに交換したりですね、またね、カタール航空とかもね、アビオスを採用して、今ね、JAL の特典航空券国内とかね、 海外も取れるんですけども、こちらもね、えっと、国内6000マイルとかで取れるんですけども、リクエストベースでね、あの、オンラインで発見することがね、できないっていう風になりますんで、こちらから、えっと、この日空いてますかって聞いて、その返答が来てみたいなね、そこで所税とかね、あの、聞くみたいなね、非常に利用しづらいので、え基本的にこの、 アメックスのメンバーシップリワードプラスのね、ポイントをマイルに交換するのね、おすすめなのは、まあ、ANA マイル、もしくはシンガポール航空の、まあ、スイートクラスとかね、利用していただくのはね、非常におすすめなんですけども、それ以外だとですね、結構厳しいですかね。まあデルタ航空のね、よくて、東京から韓国ね、7500マイルでね、利用することができて非常におすすめされてたんですけども、まあ、先日ね、ユナイテッド航空の改定で今ね、東京から 韓国ね、片道5000マイルで発見できちゃうんで、まあデルタ使わなくてもね、今はいいかなっていうところになりますんで、今シンガポール航空か ANA マイルっていうところですかね。それとは ANA スカイコインにもね、1000ポイント、1000スカイコインに交換できますので、修行されてる方もね、結構おすすめです。 で、またね、えー、楽天ポイントとか t ポイントとかも交換できるんですけども、レートは半分なのでお勧めしておりません。で、またね、ヒルトンマリオットのポイントにも交換できますので、ちょっと目張りしてしまう。またね、ヒルトンポイントにしてはね、まあ、ヒルトンポイントはね、1ポイント0.3円とか0.5円とかしか使えないので、まあ、結構厳しいレートにはなりますけども、 まあ、この二つもですね、まあ、悪くはないっていうところですかね。まあ、それ以外ね、おすすめなのは、やはりね、年会費の充当、1ポイント1円でね、充当することができます。あとね、ANA マイルのね、移行費用、この5500円っていうのは、1ポイント1円でね、充当したりすることができますので、まあ、ここら辺利用していただくのはね、いいのかなっていうところなんですけども、まあ、それ以外のところだとですね、アメックスのタラベノンラインとかまで利用できますけども、まあ、ちょっと高かったりね、しちゃう部分もございますので、まあ、 基本的には年会費の充当、A n までリ降コースの費用に充てていただくのがね、いいのかなと思います。で、年会費の充当ね、いつも言っておりますけれどもえ、こちらね、注意してください。年会費の充当をねえ、ポイントでしたとしても、現金は1回落ちます。現金1回落ちて、えクレジットみたいなのが、カード会社側に残って、次の利用した分の金額からね、差し引かれるっていうふうになりますんで、 年会費のね、ポイント充当したとしても、あの、引き落としがないわけではございませんので、この点ご注意ください。まあ、ごく稀にね、そのまま請求に当てて、そのまま請求が来ないっていうことも、まあ、私も経験したことあるんですけれども、アメックスのデスク曰くですね、そんなことは普通ありえないらしいので、まあ、あの、不具合でね、そうなっちゃう時もね、あるみたいなんですけれども、基本的に請求が一回来て、 引き落としが一回落ちて、その後、カードクレジットみたいなのがカード会社側に残って、次の支払いから充当されるみたいな。まあそういった感じになりますので、この点ご注意ください。まあこういったところですかね。まあ基本的に ANA マイル、A、ANA マイル、ヒルト、ン、マリオット、 私は年会費の充当。まあ、ここら辺に使うことが多いですかね。まあ、このね、一応このヒルトンとね、マリオット両方ともね、移行できるっていうのは、このアメックスのポイントね、まあ、いいところではないのかなと思います。まあ、この両方ともね、交換できるね、あの、ポイントプログラムね、基本的にございませんので、こちらもね、まあまあ、おすすめっていうところですかね。 ということで、今回ですね、JAL マイルがね、まあ、ポンタポイントなんですけども、まあ、ノーリスクでね、もらえるキャンペーンが来ましたので、解説ね、させていただいたわけなんですけども、いやね、これは本当にいいですよね。ぜひね、まだ登録されてない方はですね、ぜひね、ご利用いただければなと。 思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画がに立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント。最近ね、LINE 公式アカウントで、PP 診断、マイル診断、マイルクレフ診断、ポイントサイズ診断ね、こちらから無料で利用することができますので、ぜひチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。